久しぶりに、畑に来ます。今日午後から台風の影響があるみたいで、また畑が大変なことにならなければいいんですけど、ラッキーも暴れてます。久しぶりなので嬉しいんでしょう。昨日は何を勘違いしたのか、私が外に、散歩のため出ようとして外に出てみたら、ラッキーの姿がありませんでした。探したら道路の向かい側に渡って車のそばでうろうろしていました。畑に行くと思ったのか国道を横切りました。一回ぶつかってるな。気はどうしようもないですけど、できるだけ車を U ターンさせて引かれたそのままにしておくのもかわいそうなので、土手に移して、置きます。今日は雨が降るまで、半日持てば草刈りやります。台風が明日来るので小屋が心配ですね。吹き飛ばされないように祈るしかないですね。掘ったて小屋なんでね。草刈りも今日が最後になればいいんですけどね。トマトも今年はいっぱいになりまして、こちらはナス、たった2本の苗しかなかったんですけど、まあすごいですね。もうこれはすごい。ここ しばらく来てなかったのでね、なんとか食べられるか。
ですね。畑じまい、草刈りも来週来て終わりかな。そばの実が
草刈り機の、チップソー半分ありません、振動がすごくて危険なのでやめました。